はい、えー、こんにちは DAIGO さんのね、発言炎上から謝罪の生配信こちらの中からねちょっと気になるキーワードを払ってみたんですけどもえっ、ー、とこういうに言われてますね自分の家族とホームレスどちらの命しか救えませんとなったら自分の家族を救うじゃないですかと命は平等って言うけど優劣は全然あると私もそう思いますしそれに反論する人はいないでしょう命は平等っていうのは掛け声であって平等ではないってことは私たちはすでに知っているってことですよね 命には序列があります。やっぱり差別はそこにも存在するんですよで。私が作ってるわけではないですよ。でも存在するんですよ。誰かが作ってるわけではないです。存在するんですよ。だから差別ありますよねって言ってそれを言った人を叩くみたいな風潮はちょっと違うと思います。現実はあるわけだから。で差別をなくしたいなぁと思うけどもじゃああなたはなくせますかってことなんですよ。なくせないと思いますよね。はい。 残念ながら僕を叩いている人たちよりも僕は彼らの生活を保護してますよ。なんでかっていうと税金めちゃくちゃ払ってるから。で、ホームレスの人権がああだこうだ言っている人よりは僕助けてますんでそういう意味では残念でしたっていうのはまさにその通りなんですよね。いや、大悟さんは多くの人の人生を実質的に救ってます。だからといって軽視する発言をしていいってことにはなりませんけども大悟さんが自分の発言をね謝罪して取り消したならじゃあ、 実際にホームレスや生活保護の人を救ってるのは誰のお金なんだって話になりますよね。イゴさんのお金が結構多いんじゃないですか。で、イゴはとんでもないやつだって反論してる人は、じゃあ何人の人を救えてるんですかってことですよね。これ前回の放送でも私も申し上げましたけども、私たちの納税額では、ホームレスの一人、えー、生活保護の人一人の人生すら賄えな,ないと思うんですようん。だからそういう人が大多数なんで集まって、 何人かの人を救おうという形がこの仕組みだと思うんですよね。ただ、やっぱり残念なのは私たちが払っている税金っていうのは別に社会保障費に回ってるわけ。でも何でもないんですよ。国家運営は全て国債によって賄われていて、私たちは意味のない税金の回収をされてるんですよ。まあ、そう思って差し支えないと思います。少なくとも私たちから集めた税金が回り、巡って生活保護に回ったりって事はもう大いなる誤解ですよね、えー、そんなに私たちは納税できてませんから。国家予算100兆円。 超税額は50兆円そのほとんどが企業から集まってる法人税その他だとしたらですよ消費税もそうですしね、うん、所得税もそうですよね私たちそんなに所得税払ってませんもんねで多くの人は法人税払ってませんよね間接的に払ってるといえば払ってるんですけども私たちが意識して払ってるのはあの事業者でもない限りは所得税と消費税の2つですしかもそんなに大きな金額ではなくて年間で1,000万円使う人でも税金は100万円しか入れてないんですよ 1100万,万円か正確に1100万円を使っている人がやっと100万円の消費税を払ってるんで生活保護の人1人を1年間なんとかできるかどうかっていうところじゃないですかねそう考えると DAIGO さんは多分1時間とか2時間でそんなもんクリアしていくんで DAIGO さんの方が実質的に本質的な意味で人を救ってるっていうところは大きいと思います。 そういう意味では私たちは言葉でいくら叩いてもじゃあお前ら何やってんだよって大悟さんに言われたら何もやってませんって言うしかないですよね。そういう意味では私たちが逆に「すいませんでした」って言わないといけないかもしれませんね。でもねやっぱり大悟さんに、あのー、どうしても声を上げてほしかったのは「余計な税金集めんなよ」ってことなんですよね。大悟さんはたくさんの税金を納めてますけどもそれがちゃんと分配されてないよおかしいよもう払わねえぞっていうふうに怒ってほしかったなと思いますよねうんだってね。 税金回収して、それはただ消えてるだけですから、溶けてるだけですからだからこの国家運営は税金によって賄われているんじゃなくて、国債の発行によって財政出動によって、通貨発行によって賄われているって、この事実を大 a さんの口から言っていただくと、多くの人が少しずつ誤解を解けるんじゃないかなと思います。この辺は自民党のお西田昌司さんもね、あの国債発行、もっと財政出動せよって言ってますから、そちらの方の動画を見て 理解を深めてほしいなと思いますけどね、うん、ということで DAIGO さんの謝罪につきまして、うん、いろいろ思うことを言ってましたねさすがにあの言い方はよくなかったなと働きたくても働けない人はやっぱりいるだろうから僕もいじめられてきたから打ち砕かれてる思いも分かってるのにと反省の弁、うん、僕も無知だと思うんですがホームレスになった人がなぜそういう選択しか生活保護を受けようとしたら結構ハードルがあるじゃないですか。 その人たちが何をどう思って生活保護という道を選んだのか本来はホームレスになるという選択するのすらめちゃくちゃ難しいそれを選択せざるを得ない何を悩みどういうことに苦しんでいるのか知らないまま批判したのはよくなかった知らないことが招いた失態だなと話したいいじゃないですかねだからねオリンピック強行開催して今みたいな状況に日本をしてそれでもなおかつねあの自粛をしてくださいとかね外出しないでくださいと あの「里帰りしないでください」とか言ってなんかめちゃくちゃなこと言ってる小池都知事とかね菅総理あれは随分まともですよね。何コロナに打ち勝った貸してオリンピックをするじゃあ打ち勝ったんですかってことですよ。大敗北ですよね。しかもデルタ株みたいなのを日本に蔓延させてあとはねデルタ株のほかにもう一個面倒くさいのが来てましたよね。うん、あれがね今始まってるんですよ。それをオリンピックの参加者が日本にもたらして それれが隠蔽されていたという、ね、オリンピックが終わるまで隠蔽されていたいだいらオリンピックをやらなければこんなね、あのー、新しい意味不明な病原体は来なかったんですよ、うん、滞在じゃないですかこれはで選手が叩かれたとしたら二重に小池都知事も菅総理も悔い改めなければならないんじゃないかなと思います、うん、過ちで改めざるこれを過ちとする、うん、これにて 今回の動画は終了にしたいと思います。いってらっしゃい。